埼玉県佐手市沿道口付近埼玉県道152号、カゾサ手線バイパスは、埼玉県久喜市から埼玉県佐手市の国道4号に至る、埼玉県道152号カゾサ手線のバイパス道路である。都市計画では、久喜市からカゾ市鳩山町、大久和を抜け、東北自動車道カゾインターチェンジの東側に位置する。 国道125号とのカゾ流通団地交差点まで延伸される予定である。大久保湖からカゾ流通団地交差点までの約 1km と加ゾ市鳩山町付近の 1km 弱は市道として共用済みである。こちらも4車線となっている。2010年8月29日には、久喜市八方地内での 1km が開通した。現在、久喜市沙って市間は、 こちらのバイパスが現道になっており、加須市内の区間が開通すれば、国道125号から埼玉県道371号下吉場、沿って線や崎くず広域農道を経由して、加須市から吉川市の県東部の南北が一本の幹線道路として結ばれ、渋滞の頻発する国道4号や国道16号を経由せずに野田市方面へ向かうことができるようになる。 平成22年8月29日道路開通情報、県道加像撮手線バイパス一部区間開通、埼玉県ホームページ。ありがとうございます。